神宮寺さんが白なら殺されればいいじゃないですか。ナイスナイスー、ね、はい、NB カモシカ、バグって今、うん、エレクトリカルの前にいます。はい、中国の関連誰も死んでないです。原産ボタン誰も死んでないです。はい、了解です、はい、ありがとうございます。和田さんはなんかエレクトリカルが鳴ってボタン押せなくなったから心電図を見ておこうかなって感じですかね。おお、その通りです。はい、原産、はい、何これ僕さんと林天さん、私の3人がいるのに何これ配電盤毎回してます、うん、バグってる時の情報は多分言わん方がいい、うん、ああ、ね、なるほど、うん、メタになっちゃうんだよ、うんうんうん、了解です。あ、でもちょっと一応帰ってきてほしいですけど、ね、あ、じゃあ終わったら、帰って終わったら戻ります。 CC ルールとして帰ってきてください、うんうん、はい、了解です。うんうん、うん、それくらいかな、うん、うん、何もないですね。何もないっすね。バグった時はそんな感じで怪しいと、僕今日ポーラスこんだけやってて夜空を一度も見ていないんですよ。夜空、ああ、確かに、ね、だからさっき夜空が見えないとか言ったんですか。そう、夜空タスク、急にポエム言ったなと思って。ちょちょ、夜空のタスクがはいはいはい、あの難しいやつ、そう、あれ一応覚えたら固定だから。あ、固定なんですね、あれ。あ、そうそう、あれ、星の位置は固定なんで、どれを見るっていうのはランダムだけど、あの、はいはいはい、星の位置は固定だから、星の位置を覚えちゃえばいいんだけど、うん、音でずっと探ってました、自分。私も。はい。いや、あれ、星の位置は固定です。音もなるあるんですよね。僕もマウス分回してます、いつも。うん、だから、ただ、今日こんなき、まあね、この一枠で一度もあのタスクやってないですよ。楽しいですよね。楽しいですね。あれやりたいんだよな。9月一度もないですもんね。困りますね。ないですね。全然タスクやれない。タスクが進まんもんな、なんか。うん。怖いんですよ。はい。まず覚えてないから、コミュサボされると全くわからんし、みたいな。なんか、無駄のない動きができない。無駄だらけなんですよ。そうですね。そうですね。コーラス雑な。そうそうそう。あ、この後戻ります、そちらに戻って。はい、誰だ、はい、この約束なんだこれ。はいはいはい、はい、速攻融資、悪ガキ。はい、はい、和田です。よすずさんの死体をスペシメンルームで発見しました。スペシメンルーム、どこや？右下ってことね。ああ、なるほど。右下です。標本室。8秒前です。8秒前。8秒前。ミヤさんがずっと心電図の前にいるのは見てます。はい、ずっといました。はい、で、その後、アドミンを見て、はい、スペシメンルーム、アドミンを見ようと思って、下行ったら、アルマさんが、そうですね、女性室のところにいました。女性室のところに左から来てるのを見てます。あらあらあら、和田さんは、あ、どうぞ。はい、あ、すいません、和田は上からラボから来てます。で、女性室に一人誰かいたのってどなたですか。
多分下にスペシメンの方に抜けていったと思うんですけど。あらあらあら、アルマさん以外にいたのかしら。ちなみに言っときますけど、僕じゃないですよ。で、僕の白証明を出すとしたら、まず僕は最初にラボにいて、和田さんと、誰だかもう一人、ゆりっぺさんでしたっけ？会いましたかね。あら、ゆりっぺさんも怪しいわ。会いましたかねっていうか、なんならずっと僕についてきてた気がしたんですけど、ゆりっぺさん。あら、後ろにいたんすか。そう、で、置いてって、で、僕はもう結構早い段階でもうスペシメンルーム抜けてるんで、タスクやらずに。で、しかもなんなら8秒前ですよね。もう除染室の中に閉じ込められていたんで、僕、ふーちゃん目線わかると思うんですけど。そうですね。だ8秒無理だと思います。そしたら、ゆりっぺさん。ゆりっぺさんは？ゆりっぺめちゃめちゃ怪しいっちですよ。あの、リアクターの右の方のメロタスクやってたんで。え、今ですか？あ、今です。ふーちゃんの8秒信じるんだったら、間に合わないと思います。そのスペシメンルーム通ってきて、除染室の中に閉じ込められてて、で、しかもレポートなるまでの間、僕もふーちゃん見えてたんで、ピンクがうっすら上に。はい、うん、そこの期間が、そこの期間が4、5秒くらいあるんで、多分間に合わないと思います。ゆるぺさんボタン押してください。あ、押せます。ゆるぺしてアルマさん、白です。はい。あ、白なんですか？お、多分。あ、ちなみに、ゲンは左下にいました。O2 とかエレクトリカルとかその辺うろうろしてました。どなたと待ってません。ジグジー、カメラ見てますか？カメラ見てました。ありがとうございます。おはようございます。ゲンさん、神宮寺ですけど、はい、O2 で僕、プシューってやってたんですけど、いましたっけ？はい。で、リンテンさんと僕が、どなたもお会いしてないんですよね、O2 で。エレクトリカルから、そのまま一緒に下っていったんですよ、ボ、うん、イラーの方面に。はい、で、リンテンさん、そのまま出てコミュニケーションって感じです、うん、そうです。うん、で僕はそこで別れて落ちてプシューってやってたんですけど、カメラでリンテンさんとゲンさんは見てますよ僕。ああ、見てます。下のところか。はい、はい、下のところ。南さんからいるって情報が出ればまあ十分。はいはい、それで十分、はい、十分です、うん。で、あと唯一僕がその中間地点にいると思っているので、その前にいるふーちゃんと後ろにいるゆりっぺさんか和田さん、はい、なんでまあどっちにしろもう僕目線はもうゆりっぺさんか和田さんしかないんですけど、ふーちゃんは上にいたんでね。あれ、鴨志田さんはどこにいたんだっけ、これ。鴨志田は、オフィス出て、ウェポンですね。チュンチュン。うん。オフィス出て、ウェポン。アドミン情報でオフィスってありました、ふーさん。アドミン見てないんすよ。え？アルマさん見れてないです。アルマさんがいるなと思って。アドミン見ずにアルマさんを見てました。ああでその期間ちょっと長かったでしょ。で鴨志田さんも浮き位置ってことね。あ、うん、まあそうですね。ただ南をバイタル見てもら見てるところを見てるっていうんだったら、ずっと見てたからほとんど、あ、この人動かないつもりだと思って、はい、出てってウェポンに行ったので、でもそれをふーちゃんがなんか証明できはしないので、そうですね、怪しい。ふーさんがバイタル見てたっていうのは多分今日の安田さんキルの後に最初に出てきた情報なので、うん、まあ後かぶせはできなくはないですね。結構トリッキーですけど。なんで私バイタル見るのやめた時があるんですけど、ゆりっぺさんがボタン押してくれたのにゆりっぺさんの話を全然聞けないで。どないしよう。これゆりですか？ゆりっぺさん釣り？釣らないでください。ああ、自分スキップに入れてます。僕もスキップです。スキップしました。はい。まあ、3人ぐらいで絞れたんじゃないですか。
三死体。いいですか。はい、配電盤、あ、間違えた。機体1は配電盤前で2個ありました。その前に心電図見てて、私が見た時点で2人死んでて、で、2つ、なんだ、探しに行ったらエレクトリカルの配電盤前にありました。え、2つあったってこと？え ?2 つありました。2つ。あ、そしたら、自分、神宮寺さん白出しできる。あ、神宮寺も和田さん白出しできます、はい。スペシメンからのラボ近辺です。はい、自分も最終はラボです。神宮寺さんと和田さんが白。はい。任天さんと鴨志田さんは？鴨志田は、ラボのところ行った後、ストレージやって出てきてってところですね。今すみません、どの死体発見でしたっけ？二つ死体発見だったと思います。南さんと、もうゆりっぺさんも。いや、ゆりっぺさんと鈴さんだと思います。ゆりっぺさんは、南さんは直前まで見てますね。はい、色は見れてないんですか。ピンクはフーちゃん、勝手にはフーちゃん、ピンク、はい、うん。はい、ありがとうございます。で、南さんもどっから死んでんのね。南さん直前で見てるので、直前かな。次第ですか。ストレージの方で、の上の通路通ってるときに、源さんとすれ違ったんですが、源さんどこから来ましたか、はい、どのタイミングですか。本当なん、どのタイミング、このレポートが鳴る10秒ぐらい前ですかね。すれ違った。電話ラボに直行した後に、コミュニケーションサボタージュの前で終わっています。あ、コミュニケーションサボタージュ前僕も見てます、源さん。コミュニケーション直しに来たのか、僕と源さん。はい、ラボ終わってと。ちなみに、エレクトリカルの死体位置だと分かんないです。エレクトリカルの死体 で、コミュニケーションサボタージュにアルマさん、源さんいたのであれば、はい、2人がキルしてから移動している可能性は極めて高いってことですよね。はい、どういう理論それ、やばくね。もうじゃあもう僕はやっぱ1キル目和田さんだと思ってます。ゆりっぺさんが死んで僕は和田さんに入れます。ゆりっぺさんと和田さんで、ゆりっぺさんは僕に一応出して、神宮寺さんと和田さんが LINE をあまりにもちょっと序盤からつなぎすぎてると思います、うん、マジ1キル目僕ゆりっぺさんに塩出しもらってて、ゆりっぺさん死んでるんで僕に入れるんですね。なるほど、なるほど。見事な速さでしたね、うん、アルマさんで落ちてると思います？皆さん思います、自分目線だと、その和田さんと神宮寺さんも露骨にライン繋いでるんで、ちょっと私としてはあんまり信用できないです。だから林天さんと鴨志田さんはお互い独立した浮き位置ではあるんです。お互い白証明はしてないじゃないですか。なので、そうですね、私はこういった位置の方が二論本線の時は白いと思ってるので、お二人どちらかというと私は、裁量権を握らしたいと思っています、うんうん、私は、神宮寺さんか和田さん、まあ、昨日アルマさんの遺言に従うのであれば和田さんから落とすっていうのが私は静寂だと思っています、うん、まあ、ちなみにアルマさんと源で、ラインがつながっていると皆さん目線して源までするっていうルートもなくはないですが、その場合も完全に決め打ちです。で、源自身が白なのでアルマさんは極めて白いと思っています。私はアルマさんの白を直接拾ったわけではないですが、現に白出ししていただいたらっていうのがある程度の要素にはなるかなと。なるほど。それだったら自分はもうアルマさんとゲンさんの二郎しかちょっと、うん、だから神宮寺さんと和田さんも、もう私とアルマさんで多分ほぼ固定ぐらいに思われてたと思うんです、はい、昨日の段階でね。はい、はい、うん、まあ確定情報は何もないんですけどね。コミュニケーションサボタージュを直しに来たから疑われてるっていうだけなので。まあ、マップ中央の、マップ中央のサボ、いや、死体も近くて、マップ中央のサボなんだから近いの当たり前なんですけど。そうで、林天さんが、うん、南さん直近で見ていたっていう話も含めて、はい、うん、可能性は高いのかなと思います。南さんキルはそもそもどこで行われてるのかもわからないのに、なんでそんなに綺麗に塗れるのか、私はちょっと、なんか答えがわかってるかのような、かつそれですぐずらしてるように、私は神宮寺さん目線が、うん、すごく見えてしまったので、和田さん、神宮寺さんの二郎で追っています。で、まあ、アルマさんの言い方にしたかったら、私は和田さんに入れます。和田さん入れます。うん、自分はゲンさんに入れてます。ゲンさんに入れます。え、まあ、神宮寺和田は、まあ、お互い、まあ、自分が白であることが最大の理由なので。うん。まあ、これで多分、イチローは落ちてる。はい、そうですね。裏目線で思うなら、全然大丈夫です。うん。それでいいと思いますね。はい。
はい。配電盤を直したのはゲンです。キルしないか。ここでキルしてたら俺死ねえなと思ったんだけど。いや、ジングリさんが全く直す気がないのが私は不思議でたまりません。白ならなんで直さないんでしょうか。ボタン押したいからです。ボタン押したいから押してどうなるんですか、はい、あのタイミングで、いや、僕がゲンさんと同じ行動を取ることの方がゲンさんからの黒塗りがあると思ったので、あの段階で配電盤前でもしキルがあった場合、ジングリさんが白なら殺されればいいじゃないですか。なんで配電、私が狼だった場合、神宮寺さんが自ら肉液になって殺されれば村勝ち確なんですよ。なんでそのことを取らないんですか。いや、僕がボタン、この場でボタンを押した方が勝ち確じゃないですか。どうやってこれから勝ち確にしますか。どうぞ。いや、源さんがやりましたで終わるんじゃないですか。それならそれで。わかんないですけど。違います。神宮寺さんが殺されれば、だって、臨天さん目線と鴨下さん目線は、神宮寺さんと私の中に一郎いるわけじゃないですか。だったら、どっちかが死ねばわかりやすいじゃないですか。だから、神宮寺さんが言語、もし黒本線で追ってるのは、神宮寺さんは私に殺されればいいんですよ。現場に僕がいないことの方がいいんじゃないです。それが二人の目線から見えてた方がいいんじゃないです。ん？でも結局ボタンを押した場合、神宮寺さんカフェで切ったっていう主張されたら終わりですよ、私から。まあ僕は二人で。今黙ったな。完全に神宮寺さんが論理でおかしいですよ、やっぱり。今ボタンを押すんだったらクルー目線じゃないですよ。普通に配電盤直しに来て、もし私を黒本線で追ってるんだったら、私に殺されるようなムーブを取るのが最適解だと思いますよ。ただ僕が私はドアを自ら閉めて自ら配電盤を直したことになります。こんなインポスターがいると思いますか。僕をキルすることは絶対しないですよ。いや、だから神宮さん、他の方を私がもしキルしようとしているところにカワイに行けばいいじゃないですか。私とか私、はい、林天さんとか鴨下さんをゲンがキルしようとしている瞬間、神宮さんが間に入れば理想ですよね、お二人目線。まあ最適解を必ず取れるわけじゃないですけど、僕は二人が私は神宮さんに入れます。このムーブでもインポスターは私ないと思っていただきたいです。自分でドア閉めて自分で配電盤直してます。キルクルタイムもたまりません。こんなこと全部一人でやりました、これ私を、はい、僕が来なかったからじゃないです。僕はゲンさんに入れます。僕が来なかったからだと思いますよ、それは。わあ、マジか、はあ、きつ。いやー、でも震えた、面白、はあ、ありがとうございました。いやー、震えた、すごいな、マジでナイス、マジでナイス、もう怖すぎて、ね、いやー、最強だ、震えたなー、今すげーわー、ごめんなさい、いや、まあ、まあ、しょうがないです。いや、僕が言いたかったことが伝わらなかっただけでもしょうがないです。これは僕が負けたんで、いや、でもね、あそこで僕釣りはよくわからんかったです、正直。2人で直して近いからっていうの、ね、真ん中だから、ね、別に神宮さんが小見さんを鳴らして真ん中にクルメイトを寄せたなんて意見はいくらでも出せるんですけど、そう、うん、なんか3票も入るかと思って、うまっ、意外でした、うまっ、死んでてよかった、うまっ。なんだろう、僕が言いたかったのは、ゲンさんがつらなか、あれ、そこでキルしなかった理由は僕がいなかったからだけだと思ってるので。あ、でもね、あれはゲンさんの方が筋は通ってます。ボタン押しで白を取りに行くのはちょっときついんで、それこそカフェとか心電図とかアドミンとかで切ってる場合もあるんで、僕が村でもゲンさんに従っちゃうなって感じでしたね。ゲンさんがそこで誰かキルしたら、リングさんのおっしゃることも一理はありますよ。私が切って、なるんじゃなる。うん。うんうん、切ってたらって感じ。ただ、残ったお二人、鴨志田さんと林天さんでしたよね。お二人目線での理想は、玄か神宮寺さん、どちらかがいなくなって、もう一択しかなくなることだと思うんですね。まずはソロ本線で追うのが、まあ、クルーメイトの出自かなっていうのが一応私の主張でした。なんで強い。林天さんと二人で、あってなりましたね。あってなりますね。私、停電一人で直してますね。ああ、なるほど。だから、直してるのも、なんかこう、時間的にも開けて直すんだったら分からんくもない時間だなとかって思っちゃったりして、いや、納得しちゃいました。でもなんかそのエレクトリカル前で死んだっていうのに、なんかこうストレージですれ違ったから、うんーとかって思ってて、それをでもちゃんと押せなかった私も悪いなと思いつつ、風散キルは最後の風散キルはアルマさんですね。
時間みなみとゆりっぺさんが、うん、そこでエレクトリカルで2人で同時に死にました。あ、そうか。うん、あの僕だけアルマさんやられあそうみなみさんキルが追加でアルマさんしました、はい、あ、そうです。最後直前ゆりっぺさん、え、じゃあ輪天さんとすれ違ってんすよね。そうです。でアルマさんは見えてなかったんや。アルマさんは、あ、そうなんや。あ、そうかそうか。結構聞きたくて、ドロップシップはと源さんがやられたんですか。いや、ドロップシップ は、ね、僕、あの僕の標本数ですよね、多分。あ、それ、あれアルマさん、アルマさんだと思う。あ、そうなんだ。私何もしてない。なんで普通に、あ、何、場所を勘違いしてたんですか。場所、はい、え、ってめちゃめちゃ、ドロップシップの側のリアクターのところ怪しい位置ですよねって言われて、いや、怪しくないんだけど何言ってるの。あ、場所間違えてたから白出ししたのか。あ、そういうことか。めっちゃ勘違いしちゃった。そういうことか。もう白出ししてたっすもんね。ああ、なんで白になったんやろ。めちゃめちゃ助かった。なるほど。ドロップシップはなんかトキーブーツのところで、うん、もう孤立してるところが標本室。頭がバグってました。だから俺アルマさんにキルされた時もゆりっぺさん相方やと思って。めちゃめちゃ面白いな。コメント欄、うちのコメント欄もなんかワイワイ盛り上がってるのが面白い。いや、これこれでやろう、なんつうのかな、あのいい試合だったんだなと思って。おもろかったっすもんね。みんなは神宮さんならどうだとか、ゲインさんはどうだとか、うん、みんな視点がどうだとか、なんかみんな一生懸命いろいろ喋ってたけど、うん、なんか面白い。こういうのがなんか感想戦が盛り上がるっていい試合じゃないですか。僕は白で黒に論破されて負けてるんですけど、なんか別にそれに対してなんか、あ、震えたっていう、なんかこのなんつうのか、あ、俺全然勝てて、どうしたらよかったんだろうとか思ったんですけど、林健さんと鴨志田さんも観客でしたからね。うん、そう。もうなんか聞いてあそこがバトルして、こっちが黒。っていうなんか、うん、いやー、ありがとうございます、ケンさんも。いいよ、うん、すげえわ。八に持ってきました。絶対神宮寺さんの立場になりたないと思ったもんな。俺はなんか途中からむしゃぶれると、あ、これ俺なんだと思って。まあ和田さんと神宮寺さんがもうね、お互い白照明で結託されたんで、鴨志田さんと林天さんは私の中では縄に使えないって思ったんで、うんうん、もう、うん、全勢力をかけてお二人を殺しに行くっていう感じになりました。もっと早く源さんとライン繋いで事情説明した方が良かったですね。そうですね。ちょっと我々あんまりアリバイ話す時間なく疑われちゃったってのあったかもしれないですね。ああ、なるほど。結構序盤に時間使われちゃったので。他にもまあ、インポスター側の時間の配分の問題なんで、我々にやっぱり気があると思います。うん、あれは早くライン繋げるべきです。神宮さんと和田さんの人の方が早かったので、多分アルマさんの方が先に縄がかかっちゃったのかな。そうですね。感じですね。もっと早く言うべきでした。なんかワンチャンその、そう、あの直前にすれ違ったって話したんで、鴨志田さんに濡れるかなと思ってちょっと待っちゃって。そう、で、アルマさんは私もちょっと待ってたんですよね。あの、クルーの皆さんのアリバイ聞いてからじゃないと破綻しないアリバイを提出できないので、うん、やっぱりちょっと後ろ気味になりますよね、出力は。そうで、ちょっと遅れちゃいましたね。そう。なんか、論理の破綻は、破綻っていうか論理が通用しないけど、なんてやったらいいんだろうなって思ってたら答えが出なかったな。今の今ずっと考えてましたけど、切符くらいしか出せんすよね、うん、なんか多分あの状況。いや、俺あそこで肉壁になって俺が死んだ方がいいっていう流れは、うん、ゲンさんに通用しないと思ってたんですよ、うん、そのスキル的にムーブとして停電になった瞬間できなくなるし、で近くにいたから神宮さんやりましたが通っちゃうし、しくじった時にそっちのリスク取るよりもボタンを押した方がいいのかなって、すぐに停電でもしかしたらと思ったけど、だとしたら多分神宮さん配電盤前ずっと待機とかの方がいいですよ。うん、停電が怖くて、そしたらタスク処理がほぼ見えてない状態で配電盤前来てたら他の2人より源さん切る人終わっちゃうんで、まあ、まあ、それ、私が死にできたらですけどね。基本的に多分あの盤面は、基本停電にして2キル狙いか、もしくは1人を釣って、さっきみたいにやるかの多分2択だったと思うんで。いや、だから今、なんか最適解というか、何だったら勝てたんだろうと思ったら、勝ち筋が見えなかったんですよ。うん。また論戦になった時点で俺の負けだっていう、なんかその流れが全部出て、とか思って今。また原産のアイコン編集しないと。いや、俺もまたオート千人って作んない。千人に論破された白って書いとこう。これでも私が神宮寺さんの立場だったらどうしただろうって言ったら、
結構迷いますね。いや、論、その論理の動きをするのであれば完全に弱かったんですよね、うん、こう何を出しても多分僕が持ってるカードの方が弱くて、うん、で黒い源さんの方が明らかに強い状態なのは後付けで今わかることで、うん、だから何を出しても多分こう言えばこういうが返ってくるムーブをもう準備されてるインポスター側と、うん、行き当たりばったりでびっくり仰天している神宮寺との差がなんかすごい出てはぁと思って、あの時間の中でそのじゃあそれまでのその源さんの動きとかとうとう見て判断できるのかっていうとすごい難しいなと、うん、さあと5人番目になった時に米が治ってなかったのも良かったですね。30秒経ってないんで、うん、あれでそのキルできる時間がなかったからもう片方の相方を連れるっていう、うんうん、のは良かったですね。はい、すげえな。いやマジ強かったっすね、ゲンさん。震えたな。いやでもこういう試合をいっぱいしたいな。いやなんかこういう時になんかのなんかこうこのゲームの伸びしろというか、うん、なんかそういうのを感じられるので、うん、なんか論だって明らかに黒なのはゲンさんじゃないですか。はい、なんかこう論議論もなくキルが間に合って全部終わったっていう壊滅パターンじゃなくて、うん、あそこまで時間をいただいて負けてるので、はい、それはやっぱりなんかあもっともっとなんかこうなんか頑張らないといけないんだなっていう。正直そう、私も神宮さんもどっちにも論理的隙はあるんですよ。コメントで書かれてるようにこういったパターンだったらゲンさん絶対来るじゃんだ、こういったパターンだったらジグイさん来るじゃんっていうのは本当コメント書かれてるからほとんどおっしゃる通りなんですけど、それ120秒間内で咀嚼して話すっていうのが難しいっていうところに多分このゲームの面白さがあるので、うん、でもな、もっとあの6人番目の時にもっと早くラインをつなげてもっと早くぼかしを出してもらってる人が死んでるんですよっていうのを押せば絶対そっちから通じたと思うんで、そこが一番ミスかな僕は。うん、そうね、先出しは僕らの方だったんで、うん、で僕、はい、なんか先出ししてる方が白いのか黒いのかわかんないですけど、まあそちらの白出しがお互いになかった流れもあったのかな、うん、いやてかまあ、うん、絶対鴨志田さんだと思ったんだけどな鶴の。そうなんか僕フリーチの状態で白角ももらってる僕が伝えたのがえー、って思っちゃったんですけど、まあそうですね、下手に最後に厳選白出し出しちゃったからか、うん、ゆりっぺさんがとか。でもゆりっぺさん噛まれるとアルマさんが結構浮き位置にはなるのか、初日のキルで考えると。まあでも和田さんが結局残ってるから。そう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 、和田さんも浮いてたんで、自分がアルマさんがユリッペさん、うん、うんうん、ちょっと僕はこれはこれで反省点ですね。いや考えさせられる方が良かったな、うん、いやなんかこの計画的な犯罪者と行き当たりばったりのなんか探偵みたいな戦いだった。